e フットボール完全1個目の日にちがね、決定いたしました。それはこちらです。せーの、どうもえんです。コントンです。おすぎです。エンジェルユナイテッド e フットボール完全移行の品種が決定いたします。はい、ということでね、ちょっとこれ本当は盛り上がってもいい企画なんですけども、多分後日なんでこんな状況なのかというかちょっと上がりますので、チャンネル登録してない方はですね、登録していただいて通知オンにしてください。ということで、はい、皆さん、まあ、今ウィニングイレブン、まあ、e フットボールウィニングイレブンっていう名前なんですけども、 e フットボールという名前にも名前変わりますとコナミさんからお知らせありまして、で結構それが問題だったんですよね。アップデートがねあると言われていた日にちから約半年ぐらい先延ばしされるということで、ものすごく問題になりました。なってますね、まあ、っていうのはまあそれぐらいね楽しみにしてたユーザーの方が多いということですよね。でじゃあ日にちいつなんだろうかと。いや確かにこれ結構ね予想立てれるんじゃないかなと、まあ、なのでちょっとまあ座談会的な感じでね、はい、今回お送りしたいと思いますので、まあ結構喋ると思います。でクリスマスも近いということで飲み物飲みながらも多分話しやすい、絶対簡単なのでそこでちょっと気合入れて話していきましょう。ところもはい、ということでマジか、はい、先輩の大好きなこちらですね、インキンです。違います。本当に飲んでいいのこれ。これいいっす。マジ？あの、いやでもそのぐらい本気でさ、カラコンになるぐらい話してこうよっていう気持ちを込めて、じゃ先輩もう、うん、自分で手弱で入れていただいて。おい、いやお疲れでした。お疲れです。ずんか、いやいいよ。はい、乾杯、はい、ということで、はい、乾杯。じゃあ早めのクリスマスということで、トイレ OK ですか？トイレはもう OK にしましょう。これ長くもう先行きたい人は行ってください。あのさ、行ってもいいかな？いや、いいっすよ、これ自由なんで。あの、先輩みたいなトイレじゃんけんシステムじゃないんでね。トイレじゃんけん、あー、あれ、ちょっと気になる方、あの動画概要欄に載っけておりますんで。じゃあちょっと話していきましょう。まず、うん、なんかウィーレで知ってる情報と、まあ、このアップデートに関して、まずこのアップデートに関しての情報改めてちゃんと見とくってのもあるじゃない。サイト見た方がいい。あ、いいの？サイトも、あ、そうっすね。あ、確かにサイト見るのも一番だな。ね、俺も今アプリ入ってる。アプリの2021年の、11月の5日に更新されまして、2021年11月11日に予定しておりましたアップデート配信を2022年春へ延期すること。本当はこれポッキーの日にアップデートされてたわけですよ。その春ってのが前 A さんも言ってましたけど、何月から何月のくくりのことをさ指してるのかみたいなところがあるじゃない。いやそうだ、ね、まず春とは一応 Google で春とはちょっと検索してみます。春っていうのはですね、3月4月5月最短で3月に来るわけです。3月って考えたら結構早い。結構早い、早く感じるね。で11月11日っていうのがまた木曜日なわけですよね。なるほどね。そう、メンテナンスがやっぱ木曜日に来ると、うん、でそこでやっぱ入れ替わるっていうのがあるので、うん、木曜日って結構ねなんか変わる曜日なんですよね。でちょっと思ったのが、3月から5月までの木曜日何日なのか、はい、はいはいはい、あーいいっすねそれ。第一候補僕ちょっと考えました。まず3月3日ひな祭りなんですよ。あ、そうっすね。で3月で言うと3日10日17、24、31、4月ですと7日14、21、28、5月が5日12、19、26なんですけど、こんな大型アップデート最悪これやっぱ5月ってなったら俺5日だと思ってて、ここは祝日なんですよね。ゴールデンウィーク、子供の日、やっぱウィルってゲームイコールやっぱ子供がやるイメージ、子供が喜ぶために子供の日に来る可能性もなくはない、はい、ってなると早くて3月3日、遅くて5月5日だと僕はちょっと読んでます。なんかあります？簡単なことでもいいので。学校の入学式とかに合わせてくんじゃないかなっていうのがちょっと有力かなと思ってて、はいはい、なんかおばあちゃんとかから、うん、なんかさ、そのお金もらったりとかするパターンあるじゃん。あるね。でしかも多分今の時代だと iTunes カードとかでのプレゼントってなんか時代的に変わりつつあるんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、一番課金をしやすくなってくるのはちょっと4月以降なんじゃないかなと思っておりまして、もしかしたらやっぱり開発にめちゃくちゃ時間かかりそうだなっていう気がしてて、やっぱゴールデンウィーク有力か、有力じゃないかな、4月以降でゴールデンウィーク。
昭和の日。こっからゴールデンウィークかな。え、ただ俺ゴールデンウィークだったらワンチャン木じゃなくて月なんじゃないかなと思って。じゃあ5月の2日とかってこと。そう、5月2日どうなんだろう。いや、あの日はめちゃくちゃいいです。大安です。大安で、ね、いや確かに大安だ。大安だ。会社的に見た時やっぱり消費者がお金を使う時期に今そういうアップデートとかをするっていうのは当然なことなんですよ。で、まあ、先輩も言ってたじゃん、そのお金をもらって子供たちがもらう、うん、まあ、そういう子供をがやってるユーザーが多いんだったら全然それも絶対にあり得ると思うし、もしくは企業的に見ると決算月とかを一番広告が 出せるんですよ。お金使ってその経費とかの金あ、そうですね。ってなるとコナミさんの決算月を調べるのはここも有力かなと。出ました。お、3月末なのでこれはん、ここ結構来年の日付で言うと3月31お木曜日。4月になっちゃうと来期になってしまうわけですよ。俺さ、あと1個さ、もしかして盲点かもしれないわ。コナミってさ、数字に変えるとさ5じゃん。でコナミの7、うん、コナミで、ミで3なんですよ。5月7日で、この「み」は未定だったじゃないですか。その春のいつ来るか未定っていう意味で、はい、5月7日まだ未定ですよっていうことで、俺これ5月7有力候補なんじゃないかなと思っておりまして。5月7日ゴールデンウィーク中、まだギリ、まだギリ。いやでも日付でやるんだったらさ、コナミの「み」未定ってちょっと無理がね。日付で言うと4月28って思ってるんですけど、お裏付けがありまして、はい、アプリの何アプリの何を見てるんですか大杉さん。見つけちゃったんですけど、ホームボタンの右にこのカートのアイコンあるじゃないですか、はい、そうそう、ポイント交換のメニューがあって、ここ行くと選手ユニフォームアイコンってあるんですけど、うんうん、もう選手タップしてもらうと獲得できる選手、今レジェンド来てるんですけど、はい、これ残り日数が書いてあるんですよね。あー、そういうことが、この残り日数があるんですけど、この残り日数から逆算して言うと4月28日がその残り日数日を過ぎたその1日後、交換終えて締め切り切って、その次の日にアップデート、でしかも決算月も乗り越えてると。しかもさ、それってそっからアップデート1週間ぐらい入ってちょうどゴールデンウィークに来んじゃん。そう、ゴールデンウィークが多分これだ、これだね、やばい。だそこのメンテで終了になってってことは5月、アップデートって例年で言うとやっぱ期間がちょっとかかるんですよ。だから3日ぐらいじゃない、ね、あったあった。で開けた瞬間にまた急遽メンテ入ったりして、うん、そう1週間ぐらいは安定しないと思うんだよ。そうするとゴールデンウィーク期間中かゴールデンウィーク開けた後あ、高いね高いね。あ、おっと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 、まだ全然炭酸抜けてないわ。まあ3月、そう考えると3月はやっぱねえな。てか3月はまずなくなりました。だってもう、うん、使えるんだもん。急遽その案内が来るかもしれないですけど。だから本当に早期。いや、急遽来ることないでしょ。来たらまた炎上するぜ。計算して27に終わるってこと。残り日数で4月27に終わります。終わります。大変です。え、これさ、トイレはさ、毎回手挙げていいって言った方がいい。ちょっと話してる途中だったら一回切った方がいいかな。いいですよ。まあ確かあれやね、コーラってカフェイン入ってるからトイレ行きたくなるの。あのさ、お恥ずかしい話じゃないけどさ、大丈夫関係ねえじゃねえかよ。じゃあもう3月はないっていうことでよろしい。とりあえず候補からもう抜きましょうか。抜きましょう。もう大杉さんのやつでああってなったもん。というかもう結構狭めちゃうと4月の27以降ということでよろしいでしょうか。だね。先輩の様子当たるかもしれない。マジで5波の日来るぞこれ。別メスです。だけどさ、 A さん言ってたのってさ、大体3日みたいなこと言ったじゃん。1日来るかねえ。別メスです。ちょっと待って、大きい会社だから上の人たちがいるわけですよ。先輩クラスの人はうるさいんだよ本当。おお、ぶつぶつにやってやがった。いや一周超えてもうどうでもいいでしょ。いやもうどうでもいいよ別に。先輩だってあれだっけ、仏教じゃないんだっけ、うん、俺仏教です。仏教オウムだっけ。オウム仏教か。そのポーズ撮ってないし飛べないって。こんな瞬間に写真撮ったやつね。地下鉄サリン事件もやってねえから。あとはこっからは本当未知数だと思うんですけど、メンテがどのぐらいかかるのか。最大どのぐらいだっけ今まで。そのまあでもなんか結構かかった気がする。ちゃんと安定して使えるのはやっぱ1週間ぐらいかかった気がするんだよね。で今回相当大型じゃん。だからもしかしたら2週間かもしれない。マジで。え、そうなると、そうなったら12とか、そうなったら次夏来るかもしれない。夏入っちゃうのね。夏のお知らせ来るかもしれないよ。夏のお知らせ来るかもしれないよ。
ふーっす口から手超えたわ違う、口から手じゃなくてしかもゴールデンウィーク期間だから社員の人たちも休むんじゃないかな、さすがに。確かに、コナミさんは休み優先する可能性は高いぞ休み調べようよ。あるか、こんなコナミね、求人あ、コナミ採用情報あった。完全週休2日制だって。休日は土日祝。そうするとゴールデンウィークはあ、お休みだね。で、従業員数が9499名。で、あと一応求める人物像は一つの場所には縛られてほしくないですねって書かれているわウイニングイレブンを制作している部署に配属されましたと。ある日の1日、プログラマーが9時出社になってますね。退社、14時45分。待て、早くねめちゃくちゃホワイトじゃねえか。めっちゃホワイトだね。ちょっと今の話、今現在の話まとめると、有力な情報としては、決算月以降、木曜日、使用期間があるので、それ以降っていうことは28日以降、入学式とかでお金もらったりとか、子供たちのお金が動くと。そうするとやっぱ動きやすいな、ゴールデンウィークは。まあそうだね。もう4月28日に、まあ、ウィニングイレブンは多分クローズじゃない？明けがだよな。月木なんだよね、大体。こう、うん、何かしらの更新があるし。月だったら2日。そこもね、ありそうなんですね。そう。で、がっつりゴールデンウィーク遊んでもらうか。2日か5日じゃないかな。しかも、ギリ春。さあ発表しますか。はい、急に行っちゃいましょうか。発表しましょうか。あの真ん中に座っとったやん。鉄持てたとけ。いや、俺ちょっとまだ決まってたらもう先書いちゃっていいよ。向いてるね。なんで先輩ずっとこっち見るんだ。多分視界に書いたところが見え始めて向こう向いたの。OK。一斉に出していきますか。ということで、e フットボール完全移行への日にちがね、決定いたしました。それは、こちらです。せーの、ドン。せーの、ドン。お？あ、全員違う。これ4月29日、祝日、ゴールデンウィーク初日。初日ね。あ、俺は、28日にメンテ入ってから、3日メンテ終わった5月2日月曜日、退案。私はもうゴールデンウィーク真っ只中、5月5日木曜日、やっぱり やっぱり最終的にここで来んじゃねえかと。子供の日ね。いや、でもなんかそう言われてみれば子供の日来そうだな、マジで。俺らも望むのは大杉の書いたこれ。そうだ、もちろん。そしてこれが来たのマジでサプライズで、スタンディングインキン。やめてよそれ、ダメだってやめてよそれダメだって。理想だけど厳しい。早くて、これ一番リアルなとこ言うとこんな感じ。僕らのね、この予想、このパターン、これ決定、ね、俺らのこの3つの中のあるうち1個は絶対ありますから、決定しましたということでですね、皆さんも、ね、こちらコメント欄の方で予想をですね、書いていってみてください。僕の存在が君に、したことはできないけど、胸いっぱいに膨れ上がる。